皆さん、ごきげんよう。今日はですね、以前レビューしたこの照英のヘルメットグラムスターの再レビューをしたいと思います。この前レビューした時からまたさらに2000キロちょいぐらい乗りまして、その間に高速道路も1000キロぐらい乗りましたので、それも含めての再レビューです。まずグラムスターのいいところを言いますと、超軽い、すっごく軽い、そして視界がワイドで良好です。これ最高ですよね。下道でこれだったらもう申し分ない。ただ高速道路での走行という風に考えると、ちょっといろいろ問題が出てきます。この前10月の終わりぐらいに高速道路でずっとブーンと行って実家まで帰ったわけなんですけど、その時に前に使っていた GT Air 2のつもりのライディングポジションでほとんど直立な感じで乗っていたら、実家に着く頃には首の後ろが痛くて痛くてしょうがなかったです。それはグラムスターがダメっていうんじゃないんです。 GT Air 2のエアロフォルムがすごいんです。ただその同じ状態をグラムスターでやってしまうと、結構ね、この上からの風の圧とか、あと後ろの方に風で引っ張られる感覚っていうのがすごく強いので、首への負担は高速道路では強いかなと思ってしまいます。首がストレートネックでダメージ受けやすいので、その辺敏感なんです。それをしっかり学習して、後半実家から東京に戻る時にはちゃんと伏せながら行ったんですけど、それでもまあちょっとダメージは入るかなっていう状態だったんで、まあそこはヘルメットとして、仕方ないわ、用途が違うからどうしようもないです。ミニマリスト的に考えると、ヘルメットサブを置くとか2つ3つ所有するってのはあんまりしたくないんですよ。いや、ミニマリスト的に考えなくても、もうヘルメットは常に1つだけという状態をキープしておきたいです。最近気づいたというか、見て見ぬふりをしていた事実があるんですけど、高校の時からバイクに乗り始めて10数年、だいたいまあじゃあこのぐらいの価格帯前後のヘルメットを買い続けているとしましょう。それをふと合計してみたら、なんと 250cc の e バイク買えちゃうくらいの金額になっていました。だいたいヘルメット怖い。ただそんなにバカみたいに毎月毎月買ってるわけじゃないんですよ。はい、じゃあこのグラムスター40,000円です。それが1年に1回買ったとしても、それを十数年続けたらなんということでしょう。50万60万ぐらいとかしちゃう。どうしようああもういいわ、ヘルメット毎年買わない。それプラスさらにヘルメットを複数個所有しているデメリットとして、じゃあこれ40,000円、もう一つ40,000円、さらにもう一個40,000円っていうのがあったとしたら、まあ、もちろん消費の合計金額も高くなってしまいますよね。それとさらにこのグラムスターを被っている期間は、こっちとこっちのヘルメットの劣化が止まりますよっていうことじゃないんです。被っていない状態でも劣化は進んでいく、被ったら被ったで劣化はする。なので費用対効果というのはヘルメット多ければ多いほど悪くなってしまいます。ヘルメットは一応耐用年数3年と言われていますね。決してそれを5年10年被り続けるものではないので、5年ぐらいはいるか、5年ぐらいは被るかもしれないですけど、10年は被らないわけです。その中で3つ所有を続けます、それをどんどん買い替えますってやっていると、ヘルメットの所有コストがさらに半端ないことになってしまうので、やりたくない。ヘルメットはオールインワンで1個欲しい。そうなってくるとこのグラムスターに足りていないものがあります。インナーサンバイザーが欲しい。やっぱり眩しいもんは眩しいって考えると、またどうしよう、 GT Air 2に戻っちゃうのかな。あ、6万円か、どうしよう。あと俺がヘルメットに求める条件を言いますと、最初色、黒系統は買いません。できれば白系統で完全に白ではないものがいいです。例えば黒いヘルメットを夏に被っていましたとします。外から暑い直射日光を受けてここら辺に熱が溜まっていたとしても、中にいろんな発泡スチロールやら何やら素材が詰まっていますので、直接その熱が頭に伝わってきて、ああ今日暑いなっていうことはないと思います。気温で暑いというのはあります。ただ
それが頭に直接伝わらないからいいかということではなく、ヘルメットの表面が熱くなっていれば、当然それに接している素材も温度はある程度上がってくるわけです。で、発泡スチロールが熱くなると皆さんもご存知かもしれませんが、再発泡というのをしてしまうわけですよ。その受けた熱によって、発泡スチロール、すでに発泡しているんだけど、さらに発泡してあわあわしてしまって、要はヘルメットの強度が下がります。夏どこかに行ってバイクを外に止めました。で、その時にヘルメットも一緒に持っていければいいんですけど、そうじゃない時もあるかもしれないです。そんな時、ヘルメットをバイクのヘルメットロックとかにつけておきますよね。ってなると、余計に黒いデメリットが目立ってくるわけです。なので、黒いヘルメットは買いたくない。じゃあ白だったらもうその辺解決だよねって思うだろうけど、そうじゃない。熱の問題は解決しますけど、完全に白にしてしまうと、パッと見、白バイっぽく見えて、ドキッとする。自分がじゃないですよ。自分の周りにいるライダーさん、ドライバーさんが一瞬ドキッとしてしまうのは心臓に良くないので、できれば完全白は買いたくない。色的には、白にちょっと模様が入ってるグラフィックモデルがベストです。はい、次。求めるもの二つ目。やっぱり、インナーサンバイザー欲しい。眩しいです。三つ目。視界がワイドで視認性が良い。最後四つ目。できるだけ軽い。軽いというのもとっても重要です。そのヘルメット自体が軽いっていうのもかなり疲労の軽減につながりますから、できる限りヘルメット軽い方が嬉しいです。サーキットに行くわけではないので、そういうモデルとはまた違います。選定基準が。もう我ながら自分のヘルメットに求めるものが多すぎて多すぎて、選べるモデルが少ないんですよ。どうしよう。眩しいのとか、エアロフォルムとかをちょっと無視して、とりあえず被り続けるかとかって思いながら探していたら、なんと、いいの。見つかりましたよ。さあ、そのモデルは何かというと、ウィンズジャパンから発売。予定の G-Force SS モンスターというモデルです。これのグロッシーホワイトがおそらく俺の願いをすべて叶えてくれています。エアロフォルム OK、インナーサンバイザー OK、白系統だけど完全に白じゃなくてちょっとグラフィック入ってる。そして A-Force のお仲間 G-Force なので当然軽い。まあおそらく重量的には GT Air 2よりは一回り軽いと思います。ただ一つだけ懸念しているのは、ウィンズジャパンのヘルメットって、胴体のサイズがすべて同じで、内装の調整によってサイズを変えているんです。ということは理論的に考えると、XL サイズが一番軽くて、M サイズが一番重いということになります。そして俺、ウィンズジャパンのヘルメットだと、一番ぴったりなサイズが、M サイズなんですよ。前にバイク用品店で頭の計測してもらった時に、あと1ミリ小さいと M サイズもぴったり入りますって言われたことがあるんです。いや、1ミリって多分、髪切った直後だったら、それ余裕で入るようになってるよねって思うぐらいなんですよ。照英荒いあたりだと、まあジャストは L サイズかなってなるんですけど、ウィンズジャパンで考えると、胴体のサイズ一緒で全てクッションでどうにかしているっていうことで M サイズが俺ジャストなんです。なのでサイズ的には一番小さいものを選んでいるんだけど一番重いモデルを買ってしまうことになります。ここがどうなるかですよね。発売したらちょっと店内に測りを持って行って実際にその場で計測してあー GTR2 よりも M サイズ軽いから買うかっていう風に判断して買うのかどうか、その辺は時が来たらのお楽しみです。もしかしたら、あと数ヶ月したらまたヘルメットが変わっているかもしれません。まとめ、グラムスターのいいところ、軽い、胴体が小さい、視認性がとても良い、シンプルでかっこいい、ただし高速道路は他の選択肢があるよ、という感じになりました。それでは皆さん、また次回。